進撃の巨人は、伊佐山はじめによる日本の漫画作品。および、それを原作とした、小説、アニメ、ゲーム、映画などの作品。圧倒的な力を持つ巨人とそれに抗う、人間たちとの戦いを描いた、ダークファンタジー漫画。別冊少年マガジンで2009年9月9日、発売の10月号から連載を開始し、2021年4月9日、 発売の5月号をもって完結した。連載期間中は、週刊少年マガジンにも、出張読み切りとして特別編が2度掲載された。2011年のスピンオフの小説化以降、様々なメディアミックス展開がされており、特に2013年から始まったアニメは、シリーズ4作品まで続くほどの反響を呼んだ。ジャンルとしては、ダークファンタジーだが、 魔法や超能力などの要素は控えめである。組織化された軍と戦術、現実の科学技術をモチーフとした装備などの軍事設定が盛り込まれ、架空戦機のような硬派な展開があるになっている。また、巨人や世界の設定には謎が多く、ストーリーが進むにつれて解き明かされていく。単行本の表紙カバーを外すと巨人から逃げて海を越え、 もう一つの土地の壁の中に移住する人々を描いた中世の古文書風の絵が見られる。絵に書き込まれた文字は一見解読不能に見えて、実は逆さにするとカタカナで記された日本語になっている。これらは物語の革新に触れる内容となっているが、これについて伊佐山はこの世界における教科書の1ページ目で誰でも共通で持っている知識とかそういうものを込めていると述べている。 2010年12月には、期間2巻の累計のみで、発行部数が100万部を突破した。9巻までの発行部数は2013年4月初頭時点で1200万部を突破していたが、アニメ放送開始後はさらに売り上げが伸び、同年の8月初頭時点で10巻までで2300万部を突破。2019年12月時点では1億部を突破している。 高段者の漫画で1億部を突破したのは近代一少年の事件簿シリーズに続いて2作目。海外でも各国で出版されており、韓国では2011年からコミックスが35万部以上の売り上げを記録。アニメも日本と同時期にテレビ放送された。あまりの人気に放送日時が変更されたり、主題歌やオリジナルサウンドトラックまで日本と同時に。 発売されるなどの異例のブームとなる。アメリカでは、ニューヨークタイムズのベストセラーコーナーに掲載される、週刊漫画ランキングの2013年10月第2週で、本作の1巻が第1位。2位が2巻、4位が7巻、5位が3巻とベスト5のうち、本作が4冊を占める結果となった。本作は、作者のデビュー作の読み切り版、進撃の巨人が、原型となっている。 持ち込みの頃からの担当編集者の川久保慎太郎は、伊佐山の作風が別マガのコンセプトに合致しているとの考えから、コンペに合わせて読み切り版を連載用に作り直すことを提案した。川久保によると、手探りの中で創刊した雑誌での新連載であったため、当初は指針や読者の傾向などが不明瞭で苦労したが、そのおかげで実験的なことも可能であったという。 読み切り版では、巨人は宗教科学団体が人類を駆逐するために作り出した兵器立体機動装置が登場せず無線機器が利用できるなどの設定が異なるものの人類は巨人が侵入できない場所での生活を余儀なくされる人類の抵抗軍に所属する一人の兵士が巨人に変身する力を得るという連載版の要素も含まれていた作者は巨人を 最大限に活すことのできる世界観を考えた。まずは、世界観ありきで、作り始めたと語っている。2019年に、作者の地元の大分県日田氏は、本作の10周年を記念して、銅像を設置するためのクラウドファンディングを募った。2020年11月には、大仙ダムの前に、エレン・ミカサ・アルミンの少年期の銅像が設置された。さらに、 第2弾として2021年3月には、リヴァイ兵長の銅像が JR 北駅前に設置。また、道の駅には、進撃の巨人、伊佐山はじめミュージアムも、建設予定。人類は突如出現した、巨人により滅亡の淵に立たされた。生き残った人類は、ウォールマリア、ウォールローゼ、ウォールシーノという巨大な三重の城壁の内側に、 生活権を確保することで100年の間、かろうじてその名脈を保っていた。本編のほか別冊少年マガジン2011年8月号掲載の特別企画、進撃の巨人の世界、も参照とする、巨大な人型の生命体、巨体に見合った強大な旅力はもちろん、驚異的な生命力をも持ち、頭部や四肢を吹き飛ばされるような大きな損傷でも、 一から二分程度で再生してしまう。通覚は若干の個体差が認められるが、それでも人間に比べるとはるかに少ない。一方で持久力には限界があり、疲労した場合は動きが大幅に鈍る。後頭部より下のうなじにかけての縦1メートル、幅10センチメートルが唯一の弱点で、ここを攻撃方法に関係なく激しく損傷すると、 再生することなく即死する。そのため、兵士は二頭を用いてこの部分を V 字型に削ぐ戦法をとっている。また、死んだ巨人の肉体は気化するように朽ちて消滅していく。さらに、肉体を構成する物質の密度が低く、見た目に比して体重は極めて軽い。そのためかサイズの差によらず返して巨体の割に動きは俊敏であり、 立体軌道による高速移動中の人間であっても比較的容易に捕獲する。走る速度は人間に比べれば圧倒的に速いが調査兵団の馬よりはやや遅い。そのため多くの場合、馬さえあれば逃げ切れるが、重い荷を積んだ馬車だと逃げ切れない場合がある。壁外地域の存在であるため、その生態には不明な点が多い。知性はなく、 言語も介さないため人間との意思疎通は不可能とされていたが、イルゼ・ラングナーが遭遇した個体やラガコ村でコーニーが遭遇した個体など、特定の個人を認識した場合に言葉を発生してコミュニケーションを取ろうとする例外もある。その体は蒸気が出るほどに高温。他にも南方から現れる人間を喰らう人間以外の生物には興味を示さないなどが判明している。 人間を喰らうが食事の必要はなく、100年以上人間を捕食できない環境下でも存在し続けており、捕食した人間をほとんど未消化で吐き出す。そのため人間の捕食理由は殺戮にあると推測されているが、一方で人間を喰らうという行動の結果死なせてしまうのであって人間を食殺以外の方法で殺そうとする行動は取らないとも言われている。また、 巨人化した、エレン、ライナー、ユミルに対しても、形態が人間ではないにもかかわらず、人間同様に捕食するため襲いかかってくる。喜怒哀楽の表情こそ見られるものの、他の表情に変化することはなく、例として、笑顔のものや無表情のものは、いかなる負傷を受けようと常に、笑顔のままや無表情のままである。外見は個体によって差が著しく、肥満体、痩せ型。 腕の細いものや、長いもの、長い髪や口ひげのあるものなどに加え、首と呼べる部分がないなど、およそ人間とは、かけ離れた個体も存在するなど多彩。なお、人間の存在を何らかの方法で感知する術を持ち、より多くの人間が密集している領域に惹かれる、性質がある。通常の巨人は、視界内に人間がいれば、その人間を捕食しようとする。 人間との力の差は圧倒的で巨人討伐のプロである調査兵団であっても最優先されるのは巨人と出会わないこと、戦わないこととされる。また、複数で行動することが多く、多数が現れると非常に危険な状況となるが、巨人同士による組織的な連携行動は通常においてはあまり見られない。後に、ロットレースによって、 無垢の巨人が巨人化能力者を捕食すると、その能力者の力と記憶を受け継いで人間に戻ることが明かされた。これにより、無垢の巨人が本能で人間を捕食する理由が、元の人間に戻るためであることが判明した。ウォール・ローゼ内に出現した巨人たちの相当もの、調査の結果、討伐した巨人の数がラガコ村の人数とほぼ同じことと、 コニーの成果にいた巨人がコニーの母親と判明したこと、巨人共通の弱点であるうなじの縦1メートル幅10センチメートルが人間の脳から脊椎に相当する大きさであることから、巨人の正体が人間である疑いが濃厚になった。さらに、エレンの父グリシャが残した手記により、巨人の正体が本当に人間だと明かされた。また、その巨人がマーレ人に罪人とされ、 首に薬物投与されたユミルの民であること、南方の壁から近い位置にある海岸線でエルディア人が巨人化させられているため、巨人が南方から現れることも判明した。なお、英訳にはジャイアントではなくタイタンが使われている。無垢の巨人、無知性巨人壁内では大まかに通常種と気候種の2種に分類されている。巨人化能力者の存在が確認されてからは、 まとめて、無知性巨人とも呼ばれる。正体は、上記の通り、マーレ人によって、罪人とされ薬物投与された、ユミルの民という特殊な種族の人間。巨人化能力者体に傷を負った状態で、強い目的意識の元変身を望むことで、頭上から雷が落ち、その傷口から体を巨人化させる能力を持つ者。最大人数は9人。巨人化は、 自分の意思で行えるが、巨人化後の知性及び自我の維持には、ある程度の慣れが必要で、意識面での制御が未熟な場合は凶暴化する。また巨人化は、体力、精神力の消耗が激しく、連続使用は、あらゆる面で精度が落ちる。生存のために人間を捕食する必要がないのは、通常の巨人と同様。巨人化した際には、巨人共通の弱点であるうじ部分に、 本体の人間部分が埋まった状態となっており、人間体を密度の低い巨人の肉体部分から切り離すことで強制的に巨人化を解くことも可能。また、巨人化を解いてからしばらくは目の周りに放射状の傷跡が残るため、巨人化能力者を判別する目安となっている。エレン、フリーダ、ロッドは薬物の投与で巨人化しており、ベルトルトとユミルは 人を食って人間に戻ったと語っている。それと巨人の頃のユミルがライナーとベルトルトの親友マルセルを食べたこと、また一般の巨人が普通の人間を食べても人間には戻らない傾向から不可逆的に巨人化した人間が巨人化の能力を有した人間を食べることで人間に戻るのではないかと判事は推測しており、巨人化能力はあくまで後天的な現象ではあるが、 人間が不可逆的に巨人化する根本的な原因については当初は不明だった。ベルドルトとユミルによれば不可逆的に巨人化している間の記憶はないが終わらない長い悪夢を見ているような状態とのこと。後に人間が不可逆的に巨人化するのはマーレ人により罪人とされたエルディア人が薬物投与されたことが原因だと判明し、判事の推測は的中していたことになる。 本校では壁内の人類について詳述する。年号は作品世界独自のもので、エレイやミカサが訓練兵団を卒業した年が850年となっている。作品世界における人類は巨人の脅威から逃れるため、住宅地や農地など生活区域すべてを高く強固な壁で囲んだ巨大な城郭都市の中に居住している。845年に、 超大型巨人の襲撃を受けるまでは125万人ほどの総人口だった。生活様式は産業革命以前のヨーロッパに近く、電気、航空機、コンピュータなどの現代的な技術は存在しないが、メートルや秒を基準とした度量衡が整備されており、圧力機器や刀剣類の製造に関しては産業革命時よりも進歩しているなど、現実の工業の進歩とは違う面がある。 また、メガネや望遠鏡などの光学機器の技術も存在するが、写真撮影は壁内において実現していない。このため、視覚情報は印刷や描画などで伝達されている。城郭内は、ハーフティンバー様式に類似した木骨組の家が立ち並び、チェスらしき、ボードゲーム、白人系の人種など、北方ヨーロッパ的な文化が参見される。一方で、三笠のように、 作品世界では、滅んでしまったとされる、東洋系も、若干なが登場している。当地は、王盛となっており、制作的には、保守寄りだが、ノベライズ版の、ビフォーザフォールの時代では、囚人を、壁外に放り出す、壁外追放系なる、非人道的な系が存在する。壁外地域に対しては、調査兵団が担うのみで、消極的な傾向にある。 壁外地域に関する情報発信については規制も行われているため、世論も壁外地域への関心が薄く、全体的に内向きな傾向にある。ウォールマリア陥落による領土喪失で難民が急増し、急進的に軍拡が求められていたが、ウォールマリアの奪還作戦に成功してからは方針を一転させ、ヒストリア女王の指示で壁外の情報公開に踏み切るようになった。 大巨人戦闘に必要不可欠とされる立体機動装置の発案と採用、運用に関しては自衛条例外的に認められているものの文明を信仰させる行為や壁を武装化するといった行為はウォール教の教えに反するものとして批判される。また壁の調査や気球を開発して空を飛ぶ行為、重火器の新開発は王政とその意を組む中央第一憲兵団により 厳しく制限され統制されている。壁内145台、ベース王、カール・フリッツが、エルギア最後の国土パラディ島へ上陸した際、始祖の巨人の力で作り上げた、見えの壁を持つ土地。中心から災害州のウォールマリアまでは、半径約4 8 0トル人類の活動する壁内には、海岸は存在せず、周囲に、海がない内陸国という土地柄のため、 塩の産出が乏しく、貴重な品物となっている。長年壁によって隔絶されてきたため、固有の動植物や猿など壁内に存在しなくなった生態系も存在する。壁外い見えの壁のうち、ウォールマリアよりさらに外にある世界のことで、海洋や砂漠などが存在するとも言われているが、情報の秘匿が徹底している。壁外いの情報が記載されている書物の所持も固く、 禁じられており、見つかった場合、憲兵団に没収、廃棄処分され、所有者も処罰される。通常時に壁外へ出ることは、タブー視されており、調査兵団や壁外追放刑の囚人でない限り、壁外へ出ることは許されない。ベース家が科学技術をブラックボックス化して独占し、進歩を止めた、壁内人類の生活圏である、パラディ島と異なり、 150年分の科学技術の進歩があり、電気技術、写真撮影、鉄道による大量高速輸送などもすでに一般化し、戦争における機関銃や飛行船、蒸気機関動力の鋼鉄製軍艦の活用、及び近い将来に飛行機の戦争における活用が予想されるなど、現実世界における20世紀初頭程度の文明レベルに到達している。 この近代化された技術により、9つの巨人の能力も、すでに武力としての優位性が失われつつある。上格都市の内外の治安と軍事を担う組織。志願者は、訓練兵団で、隠し訓練を受け、卒業後に希望する兵団を選択して配属される。兵団によって規模が大きく異なる。制服のジャケットの左胸と背中。 袖には四分割フィールドの盾を共通にした角、兵団の紋章がつく。敬礼は、右手で拳を作り、小指側を左胸に当てる。これは、甲に心臓を捧げるという意味合いが込められている。階級の設定は、団長や分隊長など大まかな区分け以外は不明。所属式別は、制服のジャケットの左胸に明記されている。 憲兵団城壁内での警察業務と王のこの兵を担う組織。中東兵団よりも上位の権限を持ち、戦闘とは無縁な安全な内地での職務であるため、希望者が後を絶たない。原則として、訓練兵団卒業後すぐに志願できるのは上位10名のみである。また、経験を積んだ中東兵団の兵士が転属される場合もある。総兵員数は、 約2000人で、直属の中屯兵団も含めると、約5000人という両団並みの兵員を有する。名の通り、憲兵業務と治安管理を任務とする兵下のため、原則として、巨人との戦闘には、直接加わらない。ただし、壁外での活動が必要と判断された場合は、この限りではない。特に、ストヘスクでの巨人出現事件で内地の安全性が、らいで、以降は、 内政的問題として直接的な巨人への対処に迫られている様子が伺える。平民両方の投与を担う内務機関として政治方面にも影響力を持つ一方で腐敗や怠慢、職権乱用も横行しているため打兵団や民衆からの反感もある。入隊の必要条件として高い戦闘能力が求められるが職務の怠慢で堕落の限りを尽くし、 巨人に対する戦略や戦術構築、戦闘経験は皆無な上、戦闘訓練自体も慢性的に怠っているため、総合的な戦闘力は調査兵団は愚か中東兵団にも劣る。紋章は縦にユニコーンが描かれている。中東兵団、壁の補強及び警護を務める兵団。普段は城壁都市の治安維持、壁の警護にあたり、有事の際には、 市民の避難を誘導しつつ、巨人を駆逐する先兵としての役割を持つ。総兵員は約3万人と、軍団並みの兵力を有し、兵団の中では主力を占める。かつては平和の中で堕落し、それをいいことに、ハンネスやフーゴのように勤務中に飲酒をする者が出るなどかなり風紀が乱れていたが、845年の巨人侵攻以降は、兵士の危機意識は改善され、 壁上固定砲の配置、改良など、防衛の強化にも努めた。壁上固定砲は、壁の上に設置され、真下に群がる巨人を撃退する能力を持つ、中東兵団の主力兵器。トロストクが、超大型巨人に襲撃された際、付近の壁上固定砲は破壊されたが門に、据え付けてあった固定砲は、無事だったためにある程度は巨人を食い止めることに、成功し、 アルミンの発案した壁内の巨人を撃退する。作戦ではその能力を遺憾なく発揮している。また、調査兵団の壁外遠征の際は、出発前に扉付近の巨人を退けるなどのサポートも行っている。訓練兵団の修了者は、ほとんどがこの中東兵団に入団する。また、巨人と直接戦闘することも少ないため、兵士の練度や能力は、 調査兵団と比べ大きく劣る。精鋭部隊でも機構手の速度に追いつけなかったり、複数の巨人に苦戦を強いられたりしている。紋章は縦に二つバラが描かれている。調査兵団唯一壁外に遠征し、大政府の拡大政策を担う兵団。名の通り外界の調査を主な任務とするため、壁外での活動においては、独立した作戦立案と指揮命令の権限を持ち、 場合によっては、憲兵団に対しても指揮権を行使することもできるが、巨人との戦闘機会が最も多いゆえに戦死率は必然的に高く、仮に生還できても、死士の破損も全く珍しくなかった。成果も乏しかったため、かつては税金の無駄と軽視され、自分の意志で危ない場所で働くことから、連中の気が知れないと馬鹿にする者もいた。 ウォールマリア陥落以降は巨人を恐れない壁外での活動が認められるようになったが、850年のトロストク奪還戦までの時点で総兵員数の約9割が戦死しており、騎馬兵約300名という大体クラスにまで縮小している。このため将来の領土奪還作戦のための布石として、壁外地域での補給拠点確保と航軍ルート開拓が主な任務となっている。 戦死率の高さから慢性的な人材不足が続いており、常に新しい兵士を求めている。新兵は最初の遠征において5割以上が死亡し、それを乗り越えた者の中から生存率の高い優秀な兵士がやりすぐられていくという。入団式ではこの場にいる者は近いうちにほとんど死ぬと宣告されたが、組織としては精鋭としての自負を持つ一方で、 そうした過酷な現状を表に出すことには躊躇する傾向も見られる。遠征以外にも、巨人の捕獲及び生態調査も担当するなど、未知の領域に臨む任務が多いためか、型破りで変革の気象に富んだ個性的な面々が多い。また、相応の実力がなければ生き残っていられないため、所属者は、総じて優秀であり、戦う環境が良ければ、少数で、 大勢の巨人たちと渡り合えるほどの実力を持つ。大特定目標高速兵器の開発の際に必ず成果を出すことを条件に多大な資金援助を募ったため、作戦の結果次第で常に存亡が問われる状況にある。また、第57回壁外調査以降は、三家を筆頭とする精鋭兵士が次々と戦死し、長所であった個人の戦力も大きく加工している。 ヒストリア庁成立後は、領土奪還で政権安定の担保を図る政策が強化されたことで大きな期待がかかり、地位が向上。投入予算も大きく増額され、大巨人身兵器の研究開発も精力的に取り組んでいる。母兵により多くの団員を募ることができたが、ほとんどが実戦経験のない新兵であり、戦力に大きな向上はなかった。 ウォールマリア最終奪還作戦で壁の奪還に成功するもののエルビンを筆頭に大半の兵士が戦死し生き残ったのはリヴァイパンのメンバー、ハンジ、新兵のフロックの9名だった。紋章は縦に重ね翼が描かれている。訓練兵団現代の軍におけるブートキャンプや教育部隊に相当する兵団、士官学校が存在するのかは不明。 正式配属前の訓練生が所属し、各種訓練を受ける。巨人の壁内侵入に際しては、他兵団と連携して、軍事行動を取る場合もある。12歳以上の男女が入団対象。アニメ版では104期生の入団時の年齢は各々異なっている設定が追加されている。建前上は志願性だが、ウォールマリアカーナク以降は軍閣を求める世論に押され、12歳を、 迎えても志願しないと下げすまれる風潮が強まり、世間体を気にするため入団する者も,も増加した。またマリア観落前は、マリアとローゼで合わせて8つの訓練所があったが、マリア観落以降は、ローゼの4つのみとなっている。各方面の中屯地では、約300人の訓練兵を要している。なお、エレンたち104期生が所属していたのは、ウォールローゼ南方面中屯の隊である。 アニメ版では850年に総勢218名が訓練過程を終了する。志願しなかったり訓練に合格できなかった者は食料を確保するための農作業に従事する生産者となる。訓練は極めて過酷であり、脱走する者や訓練中に死亡する者も,もいることが単行本の欄外情報やアニメ版で明かされている。文章は縦に違い剣が描かれている。 教官は、訓練兵団の紋章のついたコートを着用している。イエーガー派フロック・ホルスターを筆頭とした反兵団、破壊工作組織。エレンを信奉する調査兵団の兵士を中心に結成された。陸軍と海軍で構成されている。陸軍の総員は、壁内人類の総人口に匹敵する約100万人であり、50個師団を要する。海軍は、 戦艦21隻を主力とする三個艦隊で構成されていたが、中東連合との戦争で保有する戦艦の半数を喪失している。航空戦力などの新兵器の開発にも力を入れているが、兵力として用いている巨人の力を過信していたために諸外国と比べると大きく遅れをとっている。戦士隊マーレ陸軍に所属する特殊部隊、マーレ軍の主力兵器である、 巨人戦力を運用する。9つの巨人の力を継承する、戦士とジークの骨髄液を投与された、無垢の巨人、不評部隊である、エルディア人戦士隊から構成される。マーレ人の手を曲がとが隊を率いている。戦闘要員ではないが、戦士候補生も戦士隊に所属する。壁内では、王政府の方針により技術開発には、政権が加えられており、過去には、 近代的な火器や飛行技術も実用化されたが、憲兵団によって闇から闇に葬られ、その存在は抹消されている。壁内の兵器及び装備品は、主にウォールシーナ内部の工場都市で生産されている。自動車や航空機などの近代的な機械化戦力は存在しないため、不評や騎馬兵による白兵戦を主体とする。またライフルなどの消火器類から、 大砲などの重火器類のほか、巨人捕獲用の機械なども配備されているが、全般的に巨人との直接戦闘には効果が薄く限定的な運用に止まっている。また電気や無線通信の技術もないため、情報伝達は主に前線からの早馬や信号弾などで行っている。壁外では走行列車や戦艦などの近代的な兵器が運用されており、電話や無線による 通信技術も存在する。また、マーレの巨人に対抗するため、諸外国は通常兵器の開発に力を入れ、中東連合では強力な鉄鋼弾の実用化に成功している。将来的には、航空戦力の発展に伴い爆撃が可能になれば、巨人戦力は無力化すると予想されている。出版社側からは、 人体の断面を描いてはいけない程度の表現規制しか受けていないとのこと。また、読者にこびることは、読者を裏切ることと等しいという考えのもと、舞台などの謎が明かされた時が、物語の終わる時としている。一部の設定は、小立、右京や三輪の清宗が、設定協力として参加している。弓るなどの北欧神話が、ベースの設定もある。伊佐山は、 恋愛アドベンチャーゲームマブラブ・オルタネーティブの作り手に殺されると感じるほどの悪意的姿勢を自分なりに表現し世間に投げつけたかったと述べている。最も影響を受けた漫画には皆川良二のアームズを挙げており主人公が変身して独自の能力で戦うなどの影響が見受けられる要素がある。芝良太郎の歴史小説坂の上の雲にも影響を受けており 弱者が強者へ挑むという展開を作る上での参考となっている。また、弱い者が強い者に挑むという展開は伊佐山、自身の経験や思いが多分に反映されている。伊佐山は漫画のようなものを描き始めた高校2年生くらいの頃から弱者を主人公とした作品ばかり描いていたが、幼少期から常に同世代と比べて10キロほど体重が軽いこともあって、 劣等感を感じていたという。しかし、それでも、ちびっこ相撲大会に強制的に参加させられ、全国ランキングに入るほどの相手と対戦しなければ、ならない状況に陥り、強大なものへの絶望感を味わったり、少年時の田舎で川に飛び込む、度胸試しから最後まで逃げてやらなかったという過去の経験などが、もっと真面目にやればよかったという後悔や、歯がゆさなどにつながって、 反骨心として、このような展開を描くようになったと述べている。人を食う巨人については、小学生の頃に偶然視聴した特撮映画、フランケンシュタインの怪獣ソンタイガイラの影響を受け、伊佐山が受けたトラウマの一つになっている。また、同時期に読んだ、少年漫画、地獄先生ヌベに登場する、カレー、人食い、モナリザにも影響を受けるなど、 これらの作品が巨人を着想するに至る要素となった。作中に参見される戦闘シーンでは、伊佐山の怪獣、巨大ヒーロー隙もあって、特撮テイストが多く盛り込まれているほか、格闘技隙も大きく反映されており、格闘技に実際に存在する技や、特定の選手をイメージしてデザインした巨人、攻撃の方法などが、作中に登場しているを参照。また、 伊佐山にはウルトラマンに格闘技をさせたいという考えもあったという。読み切り版では巨人が記号的なモンスターであったが、伊佐山は後日行われた新人賞の受賞式にて少年マガジン編集部編集長の森田博明から巨人をもっと怖くとの助言を受けていた。そこで自身が ネットカフェでのアルバイト中に経験した、泥酔して何を考えているか全くわからないのに、知恵は、ある客とのやりとりで感じた、意思疎通のできない人間への恐怖体験を参考にし、記号的に牙や角などをつけるのではなく、巨人の表情を気度哀楽のどれか一つに限定させることで巨人から恐怖感や不気味さを生み出すことに成功した。巨人の食べ物である人間を食しておきながら、 栄養として吸収しないという行為については、歌詞研究家の福田理科が提唱するフィクション作品におけるフード理論に基づき、巨人はお腹いっぱいになったら吐き出すという設定を追加した。また、第2巻のミカサ想シーンにおいては、食べるという行為のもとは戦いだと改めて感じながら描写したという。福田によるフード理論には、善人は食べ物を、 うまそうに食べる、正体不明人物は食べ物を食べない、悪人は食べ物を粗末に扱う、という三原則があり、これを TBS ラジオのライムスター、ウッドマルのウィークエンドシャッフルに敵いた伊佐山は、なるほどと納得した。周囲を壁に囲まれるという閉塞した設定は、伊佐山が壁のような山に囲まれたと表現する、出身地から外に飛び出したい。 という少年時代の心境が反映されており、その思いが壁の中から出て広い世界に行きたいというエレンの行動原理に通じている。また、この大船長が進撃の巨人の舞台になっているとも語っている。読み切り版のように現代の荒廃した世界にする案もあったが、連載版の最初の世界観は中世ヨーロッパを思わせるファンタジー的な世界に変更された。しかし、 これは創作上の逃げを作り出すということも考慮されており、作品世界のテクノロジーを現実より劣化させることによって、より絶望的な世界の構築が可能となった。またこの結果、作品世界へと要因に登場させることが可能となった。架空の物事に関しては、いわゆる中二病的なアイデアであったとしても、なるべく根拠を求めていく姿勢をとっているという。 ダヴィンチ2010年9月号のプラチナボンに選出された際には同志編集長の横里隆がわからないことだらけの圧倒的な絶望感の中で主人公たちが生き延びるために戦い続けることに魅力を感じまたそこにリアリティがあるため怖い怖いものは面白いと評した評論家の宇野恒広はこの作品はゴジラ第一作に代表されるような昭和時代の 怪獣映画や変身ヒーローものの作品内にて国家や戦争といった個人ではどうにもならないもののイメージを持って登場した大きなものを備えている。しかし21世紀となった現在では大きなもののイメージを過去のようにステレオタイプな悪役にせず新たに更新する必要があるもののその姿はまだどう変わるかわからない。それでもわからない大きなものをどう受け止めるかというテーマに 対して、主人公達は正面から格闘していて、その本質から逃げない姿勢が読者を引きつけているのではないかと評している。2011年3月11日以降は、作品内容上、東日本大震災に絡めて評されることが多くなっている。ダヴィンチ2011年6月号掲載の特集では、作中に登場する、 前に巨人に襲われてから100年経っていたため脅威を忘れていた人々や自分の財産を守ろうとして人々の避難を邪魔した商人などのキャラクター、そして巨人そのもの。これらすべてが震災前に描かれたにもかかわらず、震災を連想させるものばかりであり、震災後の日本と同じく本作も巨人から世界を取り戻すという復興を目指す作品であるとした上で、 ますます時代に関わる重要な作品になっていくだろうと紹介している。震災については、伊佐山自身も映画評論家、町山智博との対談記事にて、作品内容に影響はないとしながらも、別のインタビュー記事では、以前の日本には閉塞感が漂っていたが、震災を境に変わってしまった。今後は、目の前にある脅威に対して、どうやって、 勝ち得るのかを描いていきたいと述べている。三菱 UFJ リサーチコンサルティング芸術文化制作センター長の大下義氏はこの作品が人気を集めた要因として、謎が謎を呼ぶ、形のプロット、その謎を仕掛ける作者の存在を読者に意識させる、メタフィクショナルな構造、二次創作の余地を生む、世界観、規制獣に通じる閉塞感などを挙げている。 香港の芸術家、K.C. ウォンは、香港で本作が評判を生んでいる要因として、1997年まで英国植民地として壁に守られていた香港が、中国返還後は、中国資本メディアの台頭や、中国人移民の激増という巨人に脅かされ、自由な空気が損なわれている、という香港の時代背景を挙げ、本作のプロットとの共通性を指摘した。 高段社らのべ文庫より、進撃の巨人ビフォーザホールのタイトルで小説化された、全3巻、著者、鈴鹿税良、イラスト、ソース柴本、四季里氏による漫画版が、月刊少年シリウスにて、2013年10月号から2019年5月号まで、連載。内容は、原作漫画の前日端となっている。ストーリー書士情報高段者らのべ文庫より、 進撃の巨人格絶都市の女王のタイトルで、ライトノベル化されている。全2巻。著者、川上亮。イラスト、村田連南寺。内容は、原作漫画の外伝的な位置にあり、ウォールマリア観楽によって孤立化したウォールマリア、生誕外壁都出地区の街を舞台にしている。書紙情報外伝、進撃の巨人悔いなき選択が、女性向け漫画雑誌。 アリアにて2014年1月号から同年8月号まで連載。もともとはテレビアニメのブルーレイ &DVD の初回特典に付属したビジュアルノベルのシナリオが原型となっている。プロローグが2013年11月号に掲載されたが当該号は売れ行きが好調で入手困難となり翌12月号に再掲載された。王都のごろつきだった。 リバイト調査兵団分隊長のエルビン・スミスとの出会いが描かれる。ストーリーゲンンは、ニトロプラスのスナークマン、作画はスルガ、ヒカルが担当する。2014年から2015年にかけて、オーディとして、前後編で、アニメ化。進撃の巨人本編の限定版15巻、同じく限定版16巻の同梱ディスクとして、リリース。初紙情報 k シーデラックスより、 進撃の巨人ロストガールズのタイトルでライトノベル化された。もともとはテレビアニメのブルーレイ &DVD の初回特典に付属したビジュアルノベルのシナリオのロスト・イン・ザ・クルーエル・ワールド・ウォール・スイーナー・グッバイだったものを小説化したもので書き下ろしとしてロストガールズを収録している。著者、セコ・コウジ、協力、進撃の巨人制作委員会。 別冊少年マガジン2015年9月号より2016年6月号まで、藤良介による漫画版が連載された。2017年から2019年にかけて、オディとして、前後編で、アニメ化。アニガイデンが、進撃の巨人本編の限定版24巻、同じく限定版25巻に、ミカサガが、同じく限定版26巻の同梱ディスクとして、 リリースされた。書誌情報 kc デラックスより、進撃の巨人果てに咲くバラのタイトルで、ノベル化されている。もともとは、レイチェル・アーロンによる、ヤング・アダルト小説、ギャリソンガール、アン・アタック・オン・タイタン・ノベルを日本語に翻訳、攻撃好きによって、開講再編したもの。書誌情報、中川エサゴ作画による、進撃の巨人の、公式パロディギャグ漫画。 別冊少年マガジン2012年5月号から2016年8月号まで連載、アニメ化もされた。ちみえ氏、ユーポンデザインの二等身キャラによる、進撃の巨人の公式4コマ漫画。進撃の巨人公式ホームページで期間限定で公開され、後にアニメ本編の特典として再録、また、チミキャラ劇場のタイトルでアニメ化もされた。 寸劇の巨人は4コマギャグ漫画。漫画、法のり。漫画ボックスにて2013年12月4日から2014年12月30日まで、連載。別冊少年マガジンでも連載されこちらは2015年5月号にて、連載終了。書子情報2013年4月から9月まで、MBS 他にて、第1期が放送された。第13話と、第14話の間に、 総集編の第13.5話を挟んでいる。また、2014年から2015年には第1期の総集編の劇場版が公開された。2017年4月1日から6月17日まで第2期シーズン2が放送。2018年には第2期も劇場版が公開された。2018年7月から10月まで第三期シーズン3パート1が NHK 総合テレビにて放送。パートにも2019年4月から7月まで同局にて放送された。2020年7月に第1期から第3期までの総集編として、進撃の巨人クロニクルが公開された。2020年12月から第4期、ザ・フィナールシーズンが NHK 総合テレビにて放送中。原作対抗本収録のオディが発売。イルゼの手帳と、 悔いなき選択は後にテレビ放送もされた。アニメのキャストで DTV の B 漫画にてムービーコミックが配信されている。ムービーコミックとは原作の漫画に声優陣による音声セリフや SE、エフェクト効果を加えた動画である。2015年6月1日より原作の1巻から4巻までに収録された全14話が配信された。 使用されているセリフは新たに取り下ろした音声である。主題歌は、アニメ同様に、リンクとホライゾンの、クレンの弓矢が使用されている。2015年、前後編二部作にて前編が、進撃の巨人アタック ON タイタン、後編が、進撃の巨人アタック ON タイタンエンドオブザワールド、のタイトルで公開された。PG12 指定。また、後日する、スピンオフドラマ、 進撃の巨人アタック ON タ,イタン反撃の呪しとの連動性がある。監督は、樋口慎嗣、脚本は渡辺祐介と映画評論家の町山智博が共同で担当。撮影は2014年5月より、同年8月にかけて、長崎県の丹島をはじめ、熊本県、茨城県ほかで、ロケーションが行われた。制作略史2011年10月13日に、 2013年秋の公開を予定した実写映画化が発表された。同年12月8日には中島哲也が監督、河村元気、石田裕二の両プロデューサーが制作、そして東宝が配給を担当することも発表された。この監督就任は中島側からのオファーであり、2010年12月1日から原作者、 伊佐山はじめなどとの話し合いを重ねていたというが、約1年後の2012年12月13日に中島の監督交番が明らかとなり、公開も2014年へ延期された。その後、2013年12月4日に新たな制作体制が東方より発表された。2014年1月24日、最初の公式プロモーションとして日テレ映画放送枠、 金曜ロードショーの CM として巨人が登場する映像が初公開された。その後、この CM はスバル特設サイトにてメイキングとともに公開された。2015年6月23日、4D 版、D、BOX、IMAX での公開が発表された。3D 映像はないものの4種類の方式で上映されるのは邦画初のことである。 キャスト配役は公式サイトとパンフレットのクレジットを元に記述は実写映画のオリジナルキャラクターであることを示す。登場人物の詳細は進撃の巨人の登場人物を参照。前編のみ後編のみスタッフ出展受賞工業成績日本単独での工業成績は前編が2578万6343米ドル。 後編が13232,553ベードルであった。主題歌スピンオフドラマ、進撃の巨人アタック ON 対単反撃の,のろしは DTV にて2015年8月15日より配信された実写スピンオフドラマ。映画本編のキャラクターたちに加え、オリジナルキャラクターイズルを加えたメンメンが出演する。制作陣は、実写映画版と同じく総監督は、 樋口真嗣である。ドラマでは、石原さとみが演じるハンジを中心としたドラマ構成となっている。また、実写映画に登場しなかったソニーと、ビーンによる巨人研究や立体起動装置の研究過程なども描かれている。また、会を進めるごとに、シ初の追い立ちやリルと福祉の出会いなども描かれており、実写映画版との連動が図られている。主題歌は、和楽器バンドの 反撃の葉。関連商品、BD、DVDCD ノベライズ著、朝倉当時、原作、伊佐山はじめ、脚本、渡辺祐介、町山智博著、松田朱夏、原作、伊佐山はじめ、脚本、渡辺祐介2018年10月30日、ハリウッドでの実写映画化が発表される。監督は、ママ、IT、IT、それが見えたら、終わり。 のアンディ・ムスケーティ。プロデューサーは、ハリー・ポッターシリーズのデビッド・ハイマン、ヒーローズ、ヒーローズ出演のマシオカ、監督の姉であるバルバラ・ムスケーティ。2017年7月28日より9月3日まで、マイハマアンフィシアターにおいて、舞台、ライブ・インパクト・進撃の巨人の公演が予定されて、いたが、4月10日、アクロバット監督の吉野和号が、 演出機器の点検作業中での転落事故が原因で、休止した影響で中止となった。原作に限らずアニメグッズなど、進撃の巨人全般で特筆するべき事柄を記載。リアル脱出ゲームとのコラボは、別途に不死を設けたので、そちらを参照。2012年12月7日、テレビアニメ化を記念して、キャッチコピーを決定する、進撃の巨人キャッチコピー総選挙が、 ツイッターを使用して行われた。2013年4月5日から5月31日、テレビアニメ化と原作単行本題10巻の発売を記念して、全国書店における店頭装飾の1位を決めるコンテストが開催された。投票はツイッターを使用して行われ、投票者には抽選で、原作単行本の永久無料券がプレゼントされる、他、1位に選ばれた書店にも伊佐山による、 サイン会に加えて、ドイツ旅行がプレゼントされた。2013年12月、メディコムトイからベアブリック27が発売された。超大型巨人がラインナップされている。2014年4月10日から12日、au スマートパスプレゼンツ、進撃の巨人プロジェクションマッピング、アタックザリアルが、神奈川県川崎市のラゾーナ川崎プラザにて披露され、 ニコニコ生放送でマッピングで中継されたほか様々なテレビ番組内で取り上げられた。2014年8月西武鉄道とのコラボレーションで進撃の西武鉄道としてスマートフォンスタンプラリーを実施。2015年6月大阪府大阪市の庭区にあるスパワールドにて実写版とのコラボレーションを実施。篠原真一が超大型巨人に扮している。 同年7月18日には、超大型巨人のバルーンも設置された。2015年7月14日、ハリウッド、エジプシャンシアターにて、ワールドプレミアを開催。2015年9月11日から10月18日、大阪市北区にある、グランフロント、大阪北間、ナレッジキャピタルイベントラボにて、進撃の巨人展ウォール大阪を開催。また、 このイベントに合わせて、阪神電鉄では、進撃の巨人展謎解きラリーを開催していた。2018年7月23日、テレビアニメ、シーズン3パート1の見逃し配信を、ギャオがウェブ最速で、無料配信開始、それを記念して、オリジナルビジュアルを描き下ろし、それを2018年7月30日から2018年8月5日にかけて、 池袋駅地下1階コンコースにて、交通広告が掲出される他一緒に写真が撮れる限定フォトスポットが設置された。また、同年同日から10月15日にかけて、市長連動型キャンペーンとして、視聴して挑戦。豪華景品が当たる。ギャオ、進撃の巨人ルーレットを実施し、同年同日から8月6日にかけて、ツイッター連動型キャンペーンとして、ギャオ、 限定描き下ろし A3 ポスターが当たるリツイートキャンペーンを実施2019年4月29日昨年に引き続きテレビアニメシーズン3パート2の見逃し配信をギャオがウェブ最速で無料配信開始それを記念してオリジナルビジュアルを描き下ろしそれを2019年5月20日から5月26日にかけて東京メトロ 丸の内線新宿駅、メトロプロムナードにて掲出するほか JR 東日本、山手線の新型車両にて流れる15秒のスポット映像でも本ビジュアルを活用した。また、同年同日から7月8日にかけて、視聴連動型キャンペーンとして、ミニゲーム、ギャオ、進撃の巨人最速は誰だ全調査兵団陸上競技大会を実施。 2019年4月28日から7月上旬までギャオ独自の企画として1月クールのテレビアニメ5等分の花嫁と4月クールのテレビアニメ進撃の巨人をコラボレーションし5等分の花嫁原作者春バネギが中野さつきが超大型巨人にバトンタッチするイラストを描き下ろしたりそれぞれのアニメのオープニングの主題歌と映像を 入れ替えたクロスオーバー版が配信された。2013年11月9日 TBS のクイズ番組、日立世界、不思議発見。で、ネルトリンガー・リースやネルトリンゲンが紹介された際、本作との類似性にちなんだ演出が盛り込まれた。また、ナレーションをハンネス役の藤原刑事が、インタビューの吹き替えをアルミン役の井上マリナなどが担当した上、短いながら、 本作のタイトルや本編映像も挿入された。2013年11月17日日本、中央競馬会とのコラボレーション企画として、ブラウザーゲーム、進撃のジャパンカップを公開。実況アナウンサーとして、小塚歩美が参加している。また、進撃の有馬記念も公開された。これに連動し、関西テレビの競馬バラエティ番組、ウマンチュでは、 井上マリナがナレーションを担当した上、その合間には、アルミンからエレンへの小ネタセリフも挿入された。2014年2月15日には、作者の故郷である、大分県日田市大船長の、大山夢工房より、進撃の巨人限定梅酒、梅ジュースが販売されている。梅酒には、エルビン、リバイ、ハンジガ、梅ジュースには、エレン、ミカサ、アルミンがラベルとして使用されている。 また、原作単行本題十五巻発売に合わせ、大山夢工房店頭や、ネットショップ限定で、エレンとリバイの八十二円切って十枚セットが、限定販売されている。二千十五年六月には、東京都とともに危険ドラッグ撲滅キャンペーンを実施。二千二十一年四月十九日から五月二日の期間には、日本中央競馬会とのコラボレーション企画、オンラインイベント、 進撃の天皇賞が公開された。オリジナルグッズが当たるクイズや、スペシャルムービーの公開が行われた。スクラップ主催の体感型謎解きゲームイベントである、リアル脱出ゲームとのコラボレーション。スクラップの製品の実際に、鍵のかかった箱を開ける、謎解きグッズ謎箱とのコラボレーション。晴れがけが、企画制作、運営を行っている謎謎劇団とのコラボレーション。 ムービックプロモートサービスが運営を行っている、謎メイトとのコラボレーション。2017年4月20日から2018年5月6日にかけて、遊園地の富士急ハイランドとコラボレーションした。柿以外に、超大型巨人の装飾の展示や、謎解きラリー、進撃の巨人ラリー富士急下奪観作戦、進撃の巨人グッズを多数販売するショップ、平団購買部もその一環で行った。 テーマパークのユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコラボレーションしたユニバーサル・クール・ジャパンという企画の一つザリアルのアトラクションは2015年1月23日から5月10日ザリアル2と 4D は2016年1月15日から6月26日 4D2 は2016年12月16日から2017年6月25日コラボ街頭エリアには 巨人の装飾が展示された。2019年12月19日から東京ジョイポリスとのコラボレーションの一環で専用アトラクションが模様された。その他既存のアトラクションで楽曲やナビゲーターやイラストも使用された。リアル謎解きゲームなどもこのコラボで行われた。2019新型コロナウイルスの影響で2020年3月2日から6月12日に かけては東京ジョイポリス自体が臨時休業していたが2020年6月13日に再開し9月13日まで延長された。ライフイズテック株式会社と講談社が共同で進撃の巨人公式ファンサイト民撃を立ち上げた。ライフイズテックでは中高生を中心に IT でものづくりをすることの楽しさや可能性を感じることを 目的としたプログラムを運営していて、その体験をより多くの人に伝えるために、中高生から大人まで知識や年齢に関係なく、楽しんで作りながら学ぶをコンセプトに、モーザーを開発しており、今回は両者のコンセプトが合致した形でのコラボレーションが展開することとなった。今回のコラボレーションは、進撃の巨人のファンを中心とした多くの方に、 IT でのものづくりを楽しんでもらうことを目的に参加者が公式の進撃の巨人を題材にして創作活動が楽しめる様々な機能を順次リリースする。キャラクターメーカーや名刺メーカーなど民劇オリジナルのツールやまた参加者が自分で制作した作品を公開したり参加者同士が作品を軸に交流したり共同で作品を作ったりするコミュニティ機能を合わせ持つ。 ユーザーは民劇で公開された公式作戦に自由に参加することができ、作戦に対して投稿されたアイディアの一部は実際の公式イベント、本物の進撃グッズ、現実の宣伝プランとして実現、活用されていく、全く新しい取り組みの場として提供され、2019年12月に活動期間を終了した。初始情報出展進撃の巨人美法ザホールに関する、 カテゴリー、進撃の巨人隔絶都市の女王に関するカテゴリー、進撃の巨人アタック ON 大艦反撃の,のろしに関するカテゴリー、ありがとうございます。